チャオ、こんにちは、ローマネココです。今私はバチカン市国のサンピエトロ広場にいます。後ろに見えるのがサンピエトロ大聖堂なんだけど、現在9月の半ばの、4時過ぎです。日差しがねまだ強いんで結構暑いんだけど、真夏のようなあんな暑さは、終わってきた感じです。今日は皆さんに現在のローマの街の様子をお伝えしながら、私が4ヶ月日本に滞在していた時のことをちょっとお話してきたらなと思っております。現在4時過ぎだけど、未だに大聖堂の中に入る人の列があんな風にありますね。やっぱりね、ローマに来たらサンピエトロ大聖堂みんな見たいですよね。ということで、まず皆さんに、なぜ4ヶ月私がローマを離れて日本に滞在していたのかっていうことをちょっとお伝えしたいと思います。前回の前々回ぐらいかの動画でもお伝えしたんですけれども、それは父の介護のためでした。父は4年前に手術をしたんだけど、その後あんまり調子が良くなくて、そんな感じだったんだけど、年に 1,2 回日本に帰って、父と会ったり母と会ったりして楽しんでいましたが、今回4月に調子が良くなかったので、やっぱり病院行ったら、もう余命を宣告されてしまいました。長くて6ヶ月短くて2、3ヶ月っていうことだったんだけど、やっぱりね、そんな風に聞いちゃったらすぐ帰るしかないなって思ったんですね。でも私ね、2月に日本に行ったばっかりなんですよね。で、3月に帰ってきて、まだね、大してローマにもういなかったのに、やることいっぱいあったし、予定もあったし、いやもうすぐ帰るか、予定を終えてから帰るかどうしようかって悩んでたので、そんな風に悩んでたら、主人がね、もうすぐ帰った方がいいって押してくれたので、っていうのも、主人の父が亡くなった時は私たちアメリカに住んでました。で、大学卒業して新卒でずっと仕事をしていたので、そんな新入社員みたいな時に長く仕事を休んで父の元へ戻るなんていうことがあの頃はできなかったので、主人はね、父が、を見劣ることができませんでした。でね、それがすごく彼の後悔になってるので、ここはね、絶対にすぐに日本に帰ってお父さんと最後まで時間を過ごした方がいいって勧めてくれたので、私はもうすぐ日本に帰るチケットを次の日買いました。やっぱり元気な、まだね、元気じゃないけど、まだちょこっと普通にね、歩くこともできたし、お話もできたので、そういう時にやっぱり一緒に過ごす方がいいんじゃないかなって思ったんです。もう意識がなくて枕元で見守るより、やっぱり少しでも一緒にコミュニケーションが取れたり、一緒の時間を過ごすことができるのがいいんじゃないかなって思ったから、すぐ帰ることにしました。で、母も、父もなんだけど、やっぱり最後は家で看取ってあげたいっていう希望があったので、病院には入れずにずっと家で見てました。で、最初の1ヶ月は、普通にも話ができたし、あと、ちょこっとであれば外に出て一緒に歩くこともできたので、そういう面では本当に1ヶ月間だけど、父とそういう時間を過ごせたことは本当に幸せだと思っております。今サンタンジェロ橋の上にいます。後ろを向くとサンタンジェロ城が見えます。結構ね、この橋もたくさんの人が歩いてるね。で、向こうが大聖堂の方に当たります。大聖堂のね、てっぺんがちょこっと
あの白い建物の上に見えるんだけど、わかるかな。で、ここがペベレ川。夏の間はね、ここに出店が並んで、まだちょっとあるで、向こうあのお祭りのような感じになってるんだけど、もうね、9月に入るとそれは終わりになって、こんな限られたぐらいのところにしかもうないですね。はい、チケットを買ったってさっき言いましたけど、そのね、チケットを買うのもちょっとね、いろいろ悩みました。なぜかというと、現在私は滞在許可証、まあ、永住権のようなものを持ってるんだけれど、それがね、紙でできたものなのね。イタリアはイタリア人とかと結婚した場合、家族が理由で永住権みたいなものを取った場合、今まで紙のものしか発行してなかったのね。だけどもうそれが今年の8月3日でも使えなくなるということで、その前に本当はプラスチックのデジタルのものに変えなきゃいけないって言われたので、私この前2月に日本滞在して帰ってきてから、それ の, あのアポイントメントを取りに行ったんだけど、8月の末までもうそのアポは取れませんって言われて、もうしょうがない、紙の、ね、永住権切れちゃうんだけど、まあ、まだ行くときは、日本に帰るときは切れてなかったので、まあ、まずはそれを使い、帰りはまあその時に考えようと思いました。で、まあ、その切れちゃってるのでも、直行便で帰る場合、イタリアと日本を直行便で行くんであれば問題ありません。もしシンゲン協定を組んでる国に立ち止まる場合、立ち止まるというかトランジットをする場合、そういう場合はそこの国がその紙の滞在許可証を、認めてくれないから、入国できなくなるので、もしその8月3日以降 に日本からイタリアに帰ってくる場合は、直行便もしくはシェンゲンの国を通らないチケットで、チケットというか、航空会社を使って帰ってこないといけないっていうことだったのね。なのでもしかしたら最初は2ヶ月の滞在でチケットを購入したんだけど、その2ヶ月以内に帰ってこれない場合困っちゃうから、一応直行便であれば問題ないなと思って、イタ、昔のアリタリアね、イタの航空会社のチケットを買いました。まあこれであればね、私の切れた滞在許可証でもちゃんと無事にイタリアに戻ってくれるんで、そういうふうに買ったのね。でも1ヶ月父と普通に過ごしたんだけど、その後体調が一気に悪くなって、ちょっとこの調子だと2ヶ月の滞在でもともと買ったチケットをそのまま使って帰ったら、とんぼ返りでまた日本に戻ってこなきゃいけないかもしれないっていう状況になったんですね。なので、板に電話しました。こんな状況なんですけどって、変更とかできますかって言ったら、お医者様からの診断書、まあ、危篤であるとかね、そういうのを、書いてもらえれば、無料で変更できますって言ってもらいました。もともと私は変更できるチケットを買ったんだけど、200ユーロだったかな、払うと変更できるっていうものだったのね。で、その変更した際にもともと買った金額と差額があれば差額を払わなきゃいけないっていうものだったのね。で、まあでも、まあ、200ユーロでもそれを免除してもらえるんならいいなと思って、先生に診断書をいただき、変更する手続きをしました。で、最初は日本語で出したんだけど、英語で、書いたものも出してくださいって言われたんで、また英語の先生のお願いして書いてもらったんだけど、そんな感じで、無料で変更はすることはできました。だけど、いつじゃあ戻るのかって、その変更する日にちがそう簡単には予想つかなかったんだよね。既得ではあるけど、それがどれくらい続くのかわからない。だからちょっとまずは保留してもらったのね。変更する日にちを今すぐ決めなくて、保留できるかって言ったらできるって言われたからしたんだけど、やっぱりね、1週間後ぐらいに、その日にちをね、ずっと決めないでいるっていうことはできないので、とりあえずはチケットをキャンセル
する形で返金させていただきますって言われて、で、返金してもらいました。まあ最初はね、返金されちゃうより変更する方が簡単だからその方がいいのになって思ったんだけど、実は後でよく考えたらそれの方が私には好都合だったんですね。まあそれはまた後ほどお話しますけど、ということで一度キャンセルしてまた一からチケットを取らなきゃいけないっていう状況になりました。もともと買っていた2ヶ月のチケットを変更しようって考えた時、まあ、すぐ変更したわけじゃないんだよね。やっぱり主人にも聞いてみようと思って相談したの。そしたら、いやもちろんね、こんな時に帰ってくる必要はないって言われたの。もうそんな一番お父さんがあなたを必要としている時、あと母もね、私の母も私のことをしようとしている時に帰ってくることはないと、もうできるだけお父さんのそばにいてあげて、お父さんをこう心地よい状態にしてあげることが今ここのできることだからって言って、また変更の際も彼が押してくれました。でもね、そうは言っても私も心苦しかったんだよね。だってなぜかというと、やっぱり主人の母も脳梗塞で数年前に倒れて以来調子が悪いので、まあ、一応まだ一人では住んでいるけど、でも誰かのサポートなしではやっぱり一人で住むことはとっても大変です。なので私と主人がやっぱりある程度、面倒を見てるんだけど、そんな母を、主人一人だけで見てもらうのってちょっとやっぱり私も心苦しかったし、なんか本当に2ヶ月も、もともとはね2ヶ月も長いなと思ったけど、それをもっと伸ばしちゃっていいのかなってすごくね自分の心の中でも葛藤してました。でもやっぱりいろいろ考えて、彼も本当にそうやって押してくれてるし、今本当に父も必要、私のこと必要としてるかもしれないけど、母も私のことがすごく必要な時期なんだろうなって思ったから、やっぱり、チケットを変更することに決めました。でチケットを変更してから、父の容態はまあ、悪くなってからずっと低空飛行で、それ以上こう特に急に悪くなるっていうようなことはなかったのね。まあもちろん寝たきりになってしまったので、前よりは全然悪いんだけど、特に明日明後日どうのこうのっていう感じではありませんでした。なので、その期間本当に父を見ていながらも、いろんなプロの方にサポートをしていただきました。ケアマネージャーさん、それから往診してくださる先生、それから、看護師さんたち、それとあと、リハビリを、してくださる方たち、あとお風呂サービスの人たち、もうそういう人たちに本当にお世話になりました。このサービスがなかったら私も母も家で父を見るっていうことは不可能だったと思います。日本には本当にこういった素晴らしいサービスがあって、本当にもう感謝の一言しかないんだけど、イタリアにも同じようなサービスがあったらいいなっていつも思っちゃいます。まあ、全くないっていうわけではないんだけれども、日本のようにこう、 うまくオーガナイズされてないので、やっぱりね、日本のような同じようなサービスは受けれないですね。主人の父も、母は家で、介護してたんだけど、その時はプライベートの医師と看護師さんに往診してもらって、家で見てもらったんだけど、それは全部自費です。全然国からのサポートはなかったので、やっぱり同じようなサービスを受けるとしたら、まあうまくいけば何かしらサポートを国からもらえるかもしれないけど、
そう簡単にはもらえないんじゃないかな。だから本当ね、あの日本のように本当うまくねオーガナイズされてるなってもう感心するんですけれども、うん、そういうシステムがあるおかげで、あの私も母も父も救われました。で、思ったような介護が家でできたし、もう感謝の、それ以外の言葉が見つかりません。父が寝たきりになっちゃってからもご近所さんをはじめ、両親のお友達とか、父の兄弟夫妻、なんかがもうよくお見舞いに来てくれて父を励ましてくれてました。もう本当にねありがたいですね。こういう時お友達とか家族って本当に力の源になるっていうか、もうこれも大感謝です。そして、弟家族も普段であれば1ヶ月に1回じいじばあばのところに遊びに来るんだけど、これ今回は毎週遊びに来てくれて、じいじのお世話をしてくれたり、みんなをね元気つけたりしてくれたりして、本当に嬉しかったです。そして一番の心の私の心の支えになってくれたのは主人。もうなんかね、辛い時もいつも電話しちゃうんだけど、そうするとなんか元気つけて、最後電話が切れるそんなような、元気をくれる、人です。で、もうそのねやっぱり長く日本に滞在して父を見るっていうことを、許してくれた主人には両親も本当に感謝していて、多分父が一番感謝してたんじゃないかな、でたまにねビデオ電話で主人とお話をするんだけど、その時に父にもねその主人の顔を見せて、でほらちょっとなんかご挨拶するって言ったら、ハローってちゃんとね父には言うんですよ結構ね最後の方を言葉が出せなくなる、声が出せなくなっている時が、あったんだけど、それでもね主人を見るとビデオ越しで見るとハローって言ってたの。この人ねうちの両親が大好きな大道芸人さんです。彼と一緒にね撮った写真何枚もあるんだ。そうもうねこの人ずっと十何年もナボナ広場でこうやって大道芸人としてやってるんだけど、こうやってねナボナ広場ちょうどこの場所でね、何回もいつも両親が見てたので、彼を一度見た時に写真を一緒に撮ってもらいました、ちょっと今から彼にチップを渡したいと思います。彼を見ると本当両親特に父のことを思い出します。すごいねニコニコした彼との写真があるんだよね。今お金入れました Ciao. Ciao. Bonjour. What's your name? Coco. Coco. You have some Baltic hot, madam? Okay. Kare, すごいね。うちの父と母が大好きだった方で、彼とね今写真撮らせてもらったんだけど、すごいね父の思い出の、方でもあるんで、こうやって一緒に動画が撮れて嬉しいです。グラッツェグラッツェグラッツェ